はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やっていきましょう。さあ、前回はこちら、引き続き上杉そして北条攻めでございます。で、北条はもうすぐ滅びそうで、北条の方はまだまだ元気ですね。さあ、ということで引き続き頑張っていきましょう。よーし、やってきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、まだまだ北条の部隊来るんで、ここは形勢になりますね。じゃあ、こっちの方行きまして、はい、で、ここはこうして、で、みんなついてきて。何でもおめえじ。で、まずは、あーと毛利勝永ちゃん、おー、いいね、ナイスナイスナイス、頑張れ。で、次は小畑景典、はいはいはい、この方も優秀ですよね。で、今度は東堂貴則、これのりって読むんだ。はー、はい、さあ行きましょう。さあ、なんとかで、砥石城攻めの部隊もういなくなった。よかったよかった。ふう、だいぶ腰強労はきつかった。よかったよかった。よし、はい、宿老の羽柴秀長ら様ら8名が亡くなってしまいました。マジか、弟よ。兄上にお仕えできましたわ。我が生涯の誉れにございましたぞ。そんなこと言わないで秀長、今までありがとう。で、軍団長が不在になったため、羽柴秀長軍団は解散されました。了解。天命には。あー、で、この方も亡くなってしまったか。この方はね、宿老なんですよ。いや、今回結構痛いな。で、はい、会員いただきました。中務省、さつきようぞ、ありがとうございます。さあ、ということで引き続き北条攻めいきましょう。今度は海津城ですね。さあ、行きます。はい、さあ、行くぞ。どんどん攻めるべ。さあ、どうするどうする。で、また武田攻められてる。大丈夫。で、もうすぐ安土城の開発終わるから、もうちょい待ってて。そやな、もうこっちの、うん、軍の開発はほぼ終わってる。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、で、あー、なんかいいもん持ってきた。ナイス。はい、大型の台風が上陸したようです。マジか、どうだ。いや、うち来ないで。いや、がっつり来てる。これはどうだ。いやー、被害でけー。全国的にまずいな、これ。やりましたぞ。いやー、これはどうでしょうかね。いや、めちゃくちゃ反乱起きてる。毛利の同盟延長しますか。はーい、いいですよ。やばいやばいやばい。で、はいはい、急いで。はい、修理して。で、伊藤マンション、ああ、いつの間に。はい、承知いたした。さあ、で、さあ、こっちの方はどうでしょう。集まれ集まれ。で、いやー、災害は来ないで。はい、うい、いざ向かう。で、秀吉とこ今、あー、だいぶ近くなってるね。はい、ふいふいふい。で、どんどん集まってきてる。で、2000も待機。はい、いざ進め。さあ、いやー、早く修理したい。いやー一気の発生率全然遅ね、収まってないじゃないですか。おかしいじゃないですか。で、これこれ、よしよしよし。いやー、間に合わんかったか。台風ってのは厄介ですね。天才とは恐ろしい。行こう。わかり申しました。で、はいはいはい。で、ここですね。はい、さあ、お願いします。で、合戦いける。11対11、もうちょっと来てほしい。だから、ここですね。はい、行こうかの。で、さあ、で、はいはい、ここナイス。あとは、はい、合戦。よし、13対11。ちょっとこいつきついな。はい、で、2段目上。はい、ここまでか。で、はい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 、復興復興。はい、で、これでどう。合戦いける。はい、いけ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 。よし、13対10。ねもう一部隊来てくんねえかな。敵勢、佐藤だ。あ、破っちゃった。これで準備を。まあ、14対10にしましょうか。これで手を打とう。よーし、オッケー、勝ちました。ナイス、圧倒的でした。オッケーオッケー、ナイス。北条攻めも割といい感じですね。あとはどれだけ細川藤孝軍団が頑張ってくれるか。はい、さあ、どう。はい、
で、イフ中なんだよね、今回ね。この海津城取れるぐらいかな。さあ、どうでしょう。まあ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 。まあこんなもんでしょう。おしよしよしよし。まさか。で、早く上杉攻めたいっすね。あ、でも飯山城取ってる。ナイス。素晴らしい。さあ、来ました。従属吸収。よし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 。で、その前に、じゃあ移転しましょう。はい。本拠移転まだか。で、従属吸収は何日かかるって。思いつきましたぞ。81日。まあいいでしょ。それまで待つ。見せまする。それまではじゃあ開発頑張ろう。じゃあこっち。米問屋。1個作るか。はい。で、あと、労力4。どっか使いたい人。みんな開発終わってんだよな。いや、みんな結構真面目だな。はい、わかった。さあ、で、はいはい、被害復興ナイス。で、みんな、帰って、みんな。帰ろう、帰ろう。お家に帰ろう。お指図を頂戴したか。で、そこも帰ろう、帰ろう。もう、兵糧がないでしょ。ご飯食べよう。よし、オッケー。で、こっちの方大丈夫かな。さあ、で、はいはいはい。ちょっと、私の土地に手出さないで。よろしいです。はい、武田家の武田勝頼殿が面会を求めてる。また援軍かよ。もうちょっと耐えなさい。はい。あとで私が処置するから。はい、コメント屋建設了解。で、従属吸収あと34日。1ヶ月か。長いね。1ヶ月は長いよ。で、二段詰め所。はい、じゃあ、はい、レベルアップさせて、はい。さあ、行ってみよう。しのげ、頑張れ、頑張れ。で、労力3が余ってる。なんかやりたい人、いないんだよな、やりたい人が。はい。さあさあさあ、耐えろ、耐えろ。で、ひょろして、いいですね。はーい。よし。さあ。で、ウエハージョも来てるからね。頑張れ、頑張れ。待って、今、透けたけど、大丈夫なんか、素通りしたけど。さあ、で、次は、まあ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 、オッケー。はい。さあ、もうすぐ、もうすぐ、もう、頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、武田家、橋場家に従属しまーす。従属じゃない、吸収されまーす。もはや、これまで、以後、橋場家の一武将として生きることでいいやそう。よーし英断。素晴らしい。さあ、ということで。ああ、でも向こう引かないんだ。さあ、ということで、じゃあ、本拠移転しましょうか。そうですね。じゃあ、本拠移転先は、こちら、高遠城にしましょうか。はい。お願いします。で、金銭収入めっちゃ下がるけど。仕方がない。しばらく耐えよう。で、これで、細川藤坂軍団。ちょっと削るか。ではでは行きましょうか。で、現在、掛川城が攻められてるのか、ちょっとこう守ってあげて。ちょっとみんな戻って。いや、戻ってないのか。うわー、ちょっとこれきついな。掛川取られちゃう。うわー助けてー。で、こっち、上原城もきついのか。まあ、ここは、まあ、普通に守りましょうか。はい。遅れずついてまいる。で、掛川取られちゃうなー。いやー、そう、吸収のタイミング間違えたかもしれん。ここじゃなかったか。我らの拠点が攻められたか。くそー。許せねー。で、上原城もきつい。大丈夫？戦が始まる。備えよ。さあ、大丈夫？で、私も出なきゃダメだよ。よし。さあ、行きましょうか。行こうかの。はい。さあ、行くぞ。え。みんな進むんじゃ。さあ、行けるか？いや、真田がいるじゃん。真田がいるね。頑張れ。いや、上原城落とされる。やめろ。こう合戦、はい、でこれで3000対1万3000は無理だな。一旦こっち、はい、みんな集まってきて。で、ちょっと集まろう、みんな一回集合。はい、どうだ。キッチどんどんきつくなってくる。で、合戦。みんな、いやー、これもちょっときついだろう。もうちょっと温まってほしい。みんな、はい、みんな集まって。さあ、いけるか。で、いける。はい。で、元服してばっかに加わる武将5人。はい。いやー、頑張れ頑張れ。守れ守れ。
なるほど、はい。さあ頑張れ。合戦、はい。戦の支度だ。もうちょっとだな。ちょっとこっちの人たちが入れば、わからん。で、こっちも、じゃあ、突っ込もう、はい。少しでも時間稼ぐんだ。敵を撃退するぞ。で、私、秀吉も向かいましょう。はい。いきます。敵勢はわしが戦う。さあ頑張れ、頑張れ。だー、落ちたーダメだー。くそー。さあ、では今度はこれ、戦いますよ。はい。これなら勝てるか。下諏訪の戦い、羽柴秀吉 VS 北条打ち出る。ただ向こうなんか増援が来るっぽいな。5000か。じゃあ一応こっち、はい。じゃあ5詰め、はい。で1万8000対14万。まあ一体これでちょっと様子見るか。はい、戦い抜く。はいはいはい。じゃあ次はこちら春日山城。そろそろ上杉ちゃんと滅ぼそう。いきます。はい。その間北条攻めてくんなよ、頼むからね。でこっち、あーやばい、神殿やってない。まずまず三つ成に頼んだ。はい、心得ました。であとはじゃあ朝廷の方にも吉見を通じておきましょう。はい。さあさあさあ、維新も勝てる。ちなみに北条との維新の差はまあ私たちの方が圧倒的に維新上か。っていうかだいぶ家も少なくなってきたね。あー、最上がだいぶ勢いついてんのか。なるほど。さあで温泉郷建設、ナイス。よしよしよし。じゃあ湯治療法やろう。ちょっと兵の回復が遅い。はい、湯治療法やります。23。はい、ほい。わかり申します。マイナスになっちゃう。あーあーあーあああ、まあいいや、大丈夫、金はある。よろしい。さあ毛利輝元が援軍要請。ああ、いいよ。まあ、そこね。はいはい。ついてまいれ。押されてるの？違うよね。攻めに行くための援軍だよね。よしよしよし。で今この本拠地の高遠城だいぶ開発進んでるな。なんだったらね、あんまり長いはしなくていいかもしれない。あーで委任やってない。さあ大道寺直継を解き伏せました。ナイス、ルゴン成功。じゃあ流言だ。私ついついルゴンで言っちゃうけど、これ流言って呼ぶらしい。じゃあ流言で、はい。いやーでも上杉のやつか。流言しなくてよし。はい、ではいはいはい。で開発の方はあとこことあともう一個どっかあったな。あー、まあこれで OK か。はいはい、 OK。さあ春日山城どうでしょうか。で湯治療法発令、ナイス。でこっちから来てる。よし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 、息合わせてくれた、ナイス。で射撃場建設、了解。で東洋、あーいいですね。はい、ロキアンがござる。労力だいぶ余ってんな。あとじゃあこっち射撃場作るか。はい、お願いします。はい、こちらに。さあ行くぞ。さあ春日山城さえ落とせればだいぶうちの強化になる。この恥注いで見せる。さあ頑張れ頑張れ。もう伊達にこの春日山城は触らせん。で、あがた城を落とせなかったの？どうなってんすか、毛利さん。ちなみに毛利と島津の勢力図ってどんな感じ？島津、兵力65000で毛利が130000か。まあ普通だったら勝てるけどな。どうなんだろう。いや島津はマジでもうあいつらはね、もう戦闘民族やから倍の兵力でもちょっと怖いよね。はい、申し上げまする。えい、よろしい。でもう一度期限、あー大丈夫、死んで。いやーちょっとギリギリだったもんな。まあ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 大丈夫、まだまだ俺たちはやり直せる。さあ、いける。ヒョロキッチ栗山ですけど、ちょっときついな。こっちょ下がるか。はい、騎乗。はい、で下がけば休まさいって。おめでよ、はい、こ城を落としてみせる。で、あと牧場、はいはいはい、牧場を、はい、受けたまわりましたぞ。で広域ルゴンか。伊達家、お耳に入れたきことが。いやちょっと微妙だな。ちょっと本拠移転したいな。はい、さあどうだ、頑張れ頑張れ。もうちょっと、いやきつそうだな。いやで大丈夫、信じるよ。で、もう一度の停戦2ヶ月、了解。でここでじゃあ、はい、
まだまだ神殿足りてません。頑張れ頑張れ。ひゃー。で、これは伊達と北条か。そこも戦うの？地獄やなマジで。もうちょっともうちょっと待て待て。はい、煉獄投与だけしとっか。はい、申し上げたし。ってなったら私も伊達攻めたい。頑張れ。で、城から撃って出てくるからね。皆の者、はい、こうあげよ。やっぱ兵出さんといかんか。はい、はならぬ。さあ頑張れ頑張れ。で、そこね。はい、赤田城攻め頑張って。敵を打ち払ったわ。さあどうだ。もうちょっとで、スキーナイスで、兵力支援で、ルゴンはこの方ね。じゃあ、はい、やっとこう。さあ、春日山城落としました。ナイス。上杉滅んだ。そうなりますか。はい、上杉家を滅亡させました。パチパチ。いやー、すげえなメンツ。お使いで、樋口兼続来た。お断り。あー、で、伊達、おなみちゃんは来ない。なに、なんで。はい、次でしょうか。はい、毛利と停戦期限切れです。了解。で、すかさずじゃあ同盟しましょう。あ、なんか神殿あ続いてないね。なんで神殿できてない。なんで。いやー、誰かサボってんな。勘弁、ちょっと急いで。しました。いや、ちょっと手出さないでね、お願い。いや、来んなよ来んなよマジで。いや、怖ーい。よろしいですか。で、信用が60に到達。よかった。ふう、怖かった。これより我らは名優ぞ。で、私たちも北条攻めたいけど兵力全然足りません。まあ伊達だったら攻めれるか。ではもう一回本拠移転しましょう。こちら春日山城、私たちがねめちゃめちゃにしちゃったんだけど、なんとか再建させよう。はーい、さあ行きます。で、この春日山城もねめちゃめちゃ育てがいがあるんで、いい町にしましょう。で、細川藤孝軍団ちょっと拠点ちょうだい。さあ、ということで今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべでした。さよならー。